第二代ソールズベリー伯爵ウィリアム・セシルは、イングランドの政治家、貴族。新教と革命後の共和制で政界に残留した数、少ない貴族の一人である。1591年3月28日、初代ソールズベリー伯爵、ロバート・セシルとその妻、エリザベスの長男として誕生。シェアボーンスクールを経て、ケンブリッジ大学セントジョン・カレッジや、 オックスフォード大学へ進学し、1605年に、両大学から、マスター・オブ・アーツの学位を取得。1610年から1611年にかけて、ウェーマス・メルクウム選挙区から選出されて、庶民院議員を務める。1612年5月24日に、父の死去により、第2代ソウルズベリー伯爵位を継承し、貴族院議員に列した。1626年に、 数密顧問館に列する。1643年には、ウェストミンスター会議の議員の一人となる。新京都革命後のイングランド共和国で、貴族院は廃止されたが、彼は1649年から1653年のランプ議会と1656年から1658年の第二議会にかけて、キングスリン選挙区から当選して、庶民議員を務めた。 さらに1649年から1651年と1652年から1653年にかけて王権の継承期間国務会議のメンバーとなる。共和国政界で活躍した貴族はソールズベリークを含めて3人だけである。その一人は初代エスクリックのハワード男爵、エドワード・ハワードであるが、彼はソールズベリークの議形邸にあたり、 ソールズベリー博の動きもそれと関係している、可能性がある。王政復古後の1668年12月3日に死去した。借位は孫のジェームズが継承した。1608年に初代サフォーク博、トマス・ハワードの娘キャサリンと結婚し、彼女との間に七男五女を設けた。次男クランボーン子爵チャールズ・セシルの長男ジェームズ・セシルが借位を継承する。 ありがとうございます。